7人の英傑、英傑じゃねえや。増えちった。2人増えちった。7人の英雄像。ゲルドの英雄ですか。強そうですな。我ら7人の御霊、正しき導き者。勇者の試練への資格は、なるほど。試練への資格だから、またあれなんだろうな。小手調べ的な。あれじゃないのかな。あれじゃないか。でも、もう出てるもんな。なんだこれ。墓？じゃねえか。エヴァンゲリオンのあの墓をなぜか思い出した。5巻ぐらいのやつ。エヴァの映画もね、やっと話進み始めましたけれどもね。漫画終わったのですらもう随分前だからな。まだ俺が若かった頃だからな。もうちょい。この間そういえばツイッターのですね、質問箱っつうのがあるんですけど、それに、スキーとスノボの違いって何って、質問がありまして、板って言ったんですよ、俺。なぜか笑われてしまったんですけど、何なんですかね。いたじゃねっていう。まあ、そういうことじゃないんだろうなっていうのは、まあ、聞かれた瞬間はでもそう思っちゃったけどな。競技的な違いってことでしょ、要するに。やってもねえのに俺がわかるわけないんですけどもね。高いとこが滑るだけじゃないですか。スキー1回だけ行ったことあるんだよな、昔。だからあれできる人かっこいいっすよね。あれじゃねえか。55だっけ。たまったらまた売り1個。あいつでも55個からしか買わねえって、なんか、アホな制約を持ってるからな。ミースー。結構入ってんの。こんなもんだべ、とりあえず。気になるね、これ。なんかありそうだよね。え？ちょっとエッチですね。パクト。ボーイミーツボーイ。バーイミーツボーイ。いや、一個増えた、むしろ。しよう。これもらってこいってことか。どいて、マジで。 もうどうしようかな。先にこっちやっとくかな。まあ、その次にやるか。じゃあ遺跡って多分これだよね。東ゲルド遺跡。ペリド、関所か。あ、ゴースミだ。こんなとこにもあんのか。来たことないよな。遺跡っていろんなとこにあんだな。前やった時は迷路だったけど。なんか来た。
効果は微妙なんだよな。三股。三股は強い。関所。あ、しまった。見てなかった。ん？エレキース？あ。対策な。こういうことよ。ん？何かしたかね、今。エレキースの羽、ちょうど素材で必要だから助かるね。ザントだべ、これ、絶対。ザントでしょ、元になってんの。OK。進ん、お。バレバレって。おれー。これんことかな。だよね。どっから入る？こう曲がってそのまんまか。うん。まだ大丈夫。でもなりそう。なんないな。別になんないな、なんないでいいんだけど。おお。南ローメン遺跡。ん？合ってんのかな。もしかして別のとこ来ちゃった？うん、東ゲルドの遺跡だから。あ、出た。やってはない雪んとこで。トラウマ BGM。ヤハハって聞こえてくるもんだって。ワンセットよ。ん？何の音だ？進撃の巨人だとこういうとこから覗いてくんだろう。怖っ。最初の方しか分かんないけど、クリスタちゃんが好きです。ヒルクライム。すげえな、これ登れんだなぁ、これ。これまあ登るの前提だよね、どう考えいねえかな、どっかに。
これじゃないのか。そういえばまた新しいやつを見つけてしまったと。こういうのはでもあれか、これでいいのか。できちゃった。一体どこなんだろうな。お、太陽の盾。チューニアップの盾とか。ああ47とか、やべえな。とは繋がってんだ。この4箇所のうちのどれかが行けるルートに繋がってんだろうな。すげえ走れるな本当に。こっちとかにも行けんのか。どの穴から行けばいいんだろう。やっちゃった。待って、穴はいくつあるんだ。1箇所で3つあんのか。12あんのか。12ね。ん？ちょっと待って、誰かいる。ボコブリンがいる。警備してんの？なんでこんなとこに。ていうのてめえこんなのいきなり。ふい。雑魚にも容赦なく。似たような感じだな全部。1個2個3個なあ、3個あるよな。鉄砲に行ってもまあ、ヒントとかねえのかな。せめて
ねえわな。総当たりでやるしかないか。こん中なんだよな、きっと。じゃああれか、こっち側から入ればいいのか。反応を見て。ここか。反応出てんだよこっち。ではなく。違うのかな、真ん中の落ちていくか。じゃあ、うん、入ってみましょう。なんだこれ。目玉ないのかな。こっちは。お、お、お。なんか普通にあった。なんかあの黒いの目玉探してやって出てくんのかと思った。ディラマ、ディアラマ。ういー、結局七英雄の方じゃなかった。ああ、あ、久しぶりだな、ご褒美。もう一個ぐらいありそうだな。あのどこだっけ、右上。なんかそれ系だよね、絶対。こう行ってみよっか。あ、蛮族の服来た。やった。あ、ちょっと待って。あの蛮族の服、蛮族の服。完璧じゃん。ライネルになりました。
頭アート見っけたいっすね。攻撃力増えるみたいっすね。なるほど、こんなところにあったのか。とりあえずあれだな、結構いったね。これでん、これで何個目だ、 7？ またあれか、あれだな、2個一緒になっちゃうの。まあ、試練1個ずつこなしてっかんな。うん、じゃあ8になったら行きますか。ハートとスタミナ1個ずつ。うん、75か。80は行くな、じゃあこれ。うん、七英雄だな、今度こそ。じゃあん、13になった。あ、ごめん、いつもやっちゃう。東ケルド遺跡っつうのはここみたいです。名前出てないんだ。行ったとこしか名前出ないんだっけ、このゲーム。うん、あそこか。こっちまで来ちったよ。なんかこれまさか55か。55どこにでもあんな。器用やな。こっちかもっと。なるほどね。確かに形を見ると、うん、サウンドオンリーってなってそう。うん、はっ、うん、あ、やれるか今日。し、こいや。2回やってくる。あ、下手くそ。うわー、難しい。マジかよ。早かったのか今の。 OK。 難しいな。ド密着だとね、打った瞬間やればいいんですけどね、ちょっと離れてると少し遅らせないといけないから。ダイケルなんだよな。3回で確定死なんですけどね。うん、集中してる1体の時はいいけど、集中してる時は、ね、コスパが悪いんでなかなかできないですけど。ダルケル練習した方がいいかな。やっぱパリっつのはむずいっすね。ダクソのパリよりはだいぶ優しいけど。うん、ここかな。縦1個ダメしちゃった、もったいなかったな。そうなんだよな、とりあえず早めでもいいから、ミスってもいいから、とりあえず押して、遅いとね縦が破壊されちゃうんで、うん、それだけは。ん？あれじゃね？うん、来てなかったんだな。東ゲルド遺跡、西は行ったんだけど、ね、
春？御霊を正しき導き、どうすりゃいいのこれ。なんかあるよな、下に。あ、玉入れがある。いけっかな、これ。器用に登るな。ここで休憩。よっしゃ。これ入れりゃいいんか、とりあえず。とりあえず落とそう。誰がどれとかあんのか。いや、さすがにでしょ。うん、これ7個。え、あ、そういうことか。しまった。もう面倒けどしゃあない。うん、広いとこに、広いとこ、高いとこにあんのかな。V ビクトリー。もう一回とりあえず高いとこ行くか。あと2個あるはず。あ、1個あった。もう1個ぐらいあるんじゃない、高いとこに。はい。なんかあれ、もしかして文字があってそれに合わせて入れろってことなのかな。足元とか、足元じゃない、どっかに書いてねえかな、同じ模様。しまった。あれ、あった。これ剣か。今だけ変わろう。いや、これ足りんのかな。くっそ、やっちまったな。
一周ちょい。ダメだ、使えるのがね、もったいなさすぎる。いや、ダメージ食らってもいいから、最初からこれでやろう。もうちょい。そうすりゃいいん。食らってもいい。回復すりゃいいん。おい。あ、なるほど。合わせろってことか。どうしたねんだ。まず弾あともう一個だな。何にせよ。まず弾を探そう。しかも弾あれ愛じゃねえよな。模様だよな。もう一個なんだけど、高いとこから見れば見つかるかなって思ったんだけど、一応これで見えるんだよな。使えるやつは赤く。1,2,3,4,5。あれ5個、あれ5個なん。ちょっと探しますか。というわけでね、これ2個入れてたんだ。これどう探してもねえわと、2個入れてたっていうね。あーねえよなー、そりゃなー。適当にぶっ込んでたんですけど、まあとりあえず出して7あるかちゃんと、うん、10。1,2,3,4,5。模様があれだな、結構違うんだな。おっしゃ、7個。よし、どこ見りゃいいんだこれ。これ上見ないといけないのか。パッと見れっとこにないのか。だるいな。ちょっと、あ、これとかに書いてない。あ、これか。9みたいなやつ。9みたいなやつを探そう。カットします。